はい、こちらなんですけどね、大阪、ごめんなさい、王様の宝箱、スクラッチね。はい、こちらの方ね、あの、私じゃないんですけど、一緒にね、あの、お買い物まあ、買い物ですね、買い物している友人がね、これを一、えー、回やりまして、で、商品にね、えー、T シャツかなんかが入ってたんかな。ほんで、それの下にね、これがスクラッチカードが入ってたわけなんですよ。で、こちらがね、えー スマホでルーレットを回してね、このね、QR コードにアクセスして、まあ、この指で隠してるここにね、まあ、ちょっと先見してしまったんですけど、あの、あの入力する字が書かれてますんで、それをね、いろいろすることによっては、またね、なんかこう、さらに当たりますよっていうね、この、ね、まあ、またさらにこう、ダブルチャンスみたいなやつがあるのと、でね、 あの、これをね、あのー、T シャツの中に入ってたんですよ。で、間違ったらごめんなさいね。これね、必ずこのスクラッチが入ってるわけではないみたいなんですよね。入ってる時と入ってない時があるみたいです。間違ってたらごめんなさいね。で、このね、<laughs> えっと、王様のこの宝箱を、このスクラッチをした人は、あのね、ものすごい超ド天然で、あの、頭いいんですよ。 あの、もうほんまに東大に近いぐらいの、あの、頭の良さを持ってるんですけど。でね、彼はね、頭がいいんですけど、あの、慌てんぼなんですよ。<laughs> 頭がいい人って必ず全てがパーフェクトじゃないですよね。逆にね、私はね、もう自分で自分自身のことね、頭の悪い人だと思ってるんですよ。で、頭の悪い人以上に不思議なことをする人っていると思うんですよ。多分ね、わかる人にはわかると思います。 よくイメージではね、頭の賢い人ってパーフェクトっていうイメージがあると思うんですけど、違うんですよ。頭賢い人の方が逆にね、あれっていうようなことをするときがあるんですよ。で、何を言いたいかというと、これね、注意書きが書かれてるんですよね。ピントが合うかなえー、まあ、ちょっとちっちゃすぎてわからないですけど、読みますね。えー、3箇所を削って、王様のね、マークが3つ出れば当たりです。で、当たったらね、 これの、後ろに書いている、あの、住所をね、送るところがありますんで、それで、ね、送ってくださいと。うん、まあ、それはいいんですよ。で、ちゃんとこの赤文字をね、えっ、ー、と、ちゃんと呼びましょうね。で、4つ以上ね、削るとダメになっちゃうんです。要は、えっ、ー、と、3つ、3つだけね、あの、123456789個のね、1234567899個ありますんで、そのうちの、 三つだけをね、好きなやつを削ってください。で、その三つを削って、三つともね、王様のマークが出たら、はい、あの、当たったということで、なんかあの、差し上げますよ、というのをここに書かれてるんですけど、赤文字でね。その子は読まずに <laughs>、全部削っちゃったんですよ。僕削る前にちょっと一回、あの、止めたんですよ。ちょっと G 4でから削りなさいって言ったんですけど、もう、時にするし、お、おしやったんですよ。これですね。 <laughs> あのね、あの、こう、キャー、キャーって、まあ、横を最初に一回やったんですよね。それはいいんですよ。僕、まあ、それは、ね、よくあることです。僕でもありますね。で、キャーってやりました。で、って言ってるから。ね、これ、と、最初ね、えー、残念、残念、残念。まあ、舌打ちしますわね。あ、ほら、あかんかった。うん、やめるんだな、と思って。行こうかって言ったら、ちょっと待って、まだ削るから、ん何言ってんだ、こいつと思って。<laughs> またね、キャー、キャー、キャーってやってるんですよ。ほんで、 また、って下打ちしてるんですよね。これちょっと待ってて僕止めたんですよ。削るのをね。意味わかってるって言ったら、いいよ。ほんで、またキャキャキャって削ってるんですよ。あ、この人意味わかってないなと思って、一回ちょっと止めたんですよね。まあ、どうせも削ったしね、どうせ結果が結果なんですけど、ここを読んだって聞いたら、ああって言ったんですよね。要は、この今言ったようにね、この、まあ、これで削った後ですよ。あの、この、 銀色のあの中をランダムでね、どれでもいいから、ま、ここ、ここ、ここでもいいですし、ここ、ここ、ここでもいいから、三つだけで、あの、揃ったら、あの、三つ出て三つともあの王様やったら何かをあげますよ。ね。あの、ちゃんと書かれてるんですよ。すべて削った後に対する合計ではないですよって書いてるのに、頭賢い人ってね、もうそういうところが多いですね。でもね、どっちにしろすべてね、これ三つでしようが、 えっと、つです。あ、違うわ。当たってたんですよ、ほら。だから、ほら、これ。ね。ここ、ここ、ここ、ほら。えー、王様、これありますよね。これを、ほら、こんだけやったらもったいない。ほら、これやったらも,もらえてたわけなんですよ。なんちゅうことをもあ、当たってたんだ、これ。僕ね、これ、どっちにしろ外れてたと思ってた。違いますね。あー、せっかく当たってたのに、これ。もう一回言いますけど、こうね。こうやったらもらえてたんですよ、もう なねちゃんとね、字は読まないとダメなんですよ。で、えー、っとね、調べたのがね、あの、ま、ちょっとまたイライラ動画になってごめんなさいね。えー、もしこれがね、当たってちゃんと理解して、あの、やってたら、これがもらえてたんですって。えー、っと、ま、これもまた確かにランダムなんですよ。必ずこの、 いいやつがこの特徴のね、ディズニーですね。ほんで、えー、1等がまた 2DS とかファミコンミニとかね。まあ、要は、ほん2等が、えー、こういう状態のやつなんですけど、何がもらえるかはわからないんですよね。うん。ただ、おそらく確率的に言ったらこの2等の方でしょうね。もちろんね。うん。もったいないですね。何かをもらえてたんですよ。まあ、 必ず多分ね、この2等の何かをもらえてたはずです。多分ほとんどが2等やと思うんですよ。で、その次に確率が、まあ、低い、この、当たりにくいこれね。うん。これ特徴ね。はあ、もったいないですね。確かね、誰か僕の知ってる人が、これでね、スクラッチで当たって、この2等の何かをもらってたっていうのを僕聞いたことあるんですよ。うん。もったいないね。せっかく当たってたのにね。またあの、元に戻しますね。 はい、皆さんもね、あのー、同じ目に合わないように必ずね、字は読んでから理解してからやってください。はい、こんな感じのね、動画配信なんですけど、<laughs> もったいないというね、あのー、頭賢い人ほどこういうことをしてかすというね、あの、動画配信になりました。またね、私の動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録とコメントの方、よろしくお願いいたします。